セイドワード王冠の複製王室の紋章における、セイドワード王冠の図版表現、セイドワード王冠は、かつてのイングランド王室細具であり、イギリス王室細具のうちでも古いものの一つである。これはまずイングランドの、ついでイギリスの、最終的に、英連邦王国の体幹式で使われるようになった、正式の体幹用王冠である。その役割から、英連邦王国のあらゆる場所において、 この王冠を図版で表現したものは、統治者たる王の権威を示すものとして、紋章、気章、その他様々な印で使われている。現在の聖エドワード王冠は、チャールズ2世の大冠式のため1661年に制作された王冠と、エリザベス1世が所有していた真珠からその多くが構成されている。純金で制作され、王冠のデザインは交互に配置された4個の、 クロスパティと4個のフルールドリスを基調としている。内側は白点の毛皮で縁取ったベルベット棒になっており、その上に2本のアーチが十字型に組まれ、乗せられている。全体で444個の貴重な宝石が据えられている。かつて宝石は体幹式の土に沈着し、後取り外されてフレームだけにされていた。しかし1911年に宝石は、 高級的に据えられるようになった。ビクトリア女王とエドワード7世は、セイドワード王冠をあえて用いなかった。約2キログラムという重さが理由で、代わりとしてより軽い大英帝国王冠を用いた。エドワード残ゲ王のオリジナルの王冠は、1065年のクリスマスに彼が用いたものである。この王冠には、アルフレッド大王の王冠の一部が使われた、可能性がある。 伝えるところでは1066年のクリスマスの日、ウィリアム一世の戴冠式でも、セドワード王冠は用いられた。すなわち王位継承が征服でなく正当な資格によることを示すためである。その後続けて、ウィリアム2世、ヘンリー1世、スティーブン、ヘンリー2世、リチャード1世、ジョンの戴冠式でこの冠は用いられた。1216年、 ヘンリー三世の最初の戴冠式では、この王冠ではなく、花で編んだ冠が用いられた。ドイツの歴史家、ラインホルト・パウリは、この点から、ジョン王によって失われた王室細具のうちに、オリジナルの聖エドワード王冠も含まれていたと、推測している。しかしアーサー・ペンギン・スタンリーが主張するところでは、オリジナルの王冠や、その他の細具は1642年まで失われず、 ヘンリーパッセイの時代までウェストミンスターの宝物庫に保管されていたとしている。同じ王冠は1533年にアン・ブーリンの戴冠式でも用いられたと伝えられる。イングランド内戦の際オリバー・クロムウェルによってこの王冠は破壊されたが、1661年にチャールズ2世の戴冠式のため再作成された。実物のセドワード王冠はイギリス女王の財産だが、 その図版表現は、英連邦王国のあらゆる場所において、各国それぞれにおける王権を示すため使われるようになった。具体的には、文章、軍隊や警察組織の起承、政府機関や王室関係の非政府組織のロゴで使われている。この用途では、以前はチューダーサの王冠が使われていたが、1953年にエリザベス二世の命により変更された。 またこの用途で図版を使うためには女王自身による許可が必須である。ありがとうございます。